だけども恐怖を感じるという、うん、だって酔っ払って運転してんだもんあのアナとかなんか分かんないけどさ、なので彼が言うのは危険度と頻度をちゃんと掛け算しなさいと。そう、ね、本当に危険なことはあるけども、それが極端に少なかったら恐れる必要はないよってことを言いたいなと思うんですけど、うん、そうね、なかなか難しいですけどね。そうね、なるほど、確かに。次、課題資本論ですね。これも僕ちょっとね、納得しなかったところなんですけども、課題資本論、そうそう、うん、これサイズインセクトっていうんですけども、うん、っていうだと、で、彼が1980年代にモザンビーク地区で子供がどんどん亡くなるときに、うん、病気の中で亡くなるのかな、うん、飢餓とかでね、はい、でそれでいろいろその病院で亡くなる人を救うために、うん、亡くなる子供を救うために治療するというんだけども、うん、せいぜいちょっと寿命を延ばすとか、はい、徹夜して頑張っても1人2人面倒見れるかどうかという状況だと、はい、うん、それよりはもっと別のことをした方がいいんじゃないかと、はい、例えば、教育をレベルを上げることによって、はい、なんていうかな、その健康状態を良くするようにするとか、家庭の状況を良くするとか、うん、そういうことをやって、全体を考えて、なんだろう、その、今の状況を変えた方がいいんじゃないかと、はい、だから前には 今生きる人を 2,3 人増やすよりも、うん、例えば自立できるようにするとかによって、ね、長い恒常的に救いた方がいいんじゃないかってことね、うん、どう思いますこれあれだよね、じゃあ見てください。あ、なんでもない。これでもなんだっけ、マイケル・サンデルの、トロッコ問題ね。何が正義かに近いよね。目の前の人を助ける、そのトロッコの問題ですよね。目の前の人が死にそうなるのを助けるのか、それともこの人をほっといて多くを助ける人を取るのかっていう、哲学的な問題ですよね。目の前の人に、その時間をかけて一人助ける、時間があったらもっと他にすることあるだろうっていう考え方、ね。人の命を数で考えてるってことだよね。功利主義ですね。功利主義ですね。だからロスリングさんは完全に功利主義ですよね。確かに人口統計学者だよねでちょっとここら辺はクエスチョンかなと思ったな。ただ思うのが、そのなんだろう、先が見えない、一人救ってもまた次の人は死にそうなるわけですよ、根本的に直さなければ、うん、だからなんだろう、一人二人救ってもそのお金で救えてもまた次の人また飢え死にしそうになるんでしょ、うん、だったら意味ないじゃん。なんだろう、目の前の人にパンをあげるよりも種まいて、ずっとこう濃厚の仕方を教えてずっと食べ続けさせるようにした方が本質的なんじゃないかって話なのか。そうなんだけど、彼は医者ですよね、うん、その時はね、うん、目の前にいる人を助けるべきで、やばいな、その他のことは誰かに頼むとか、医者だからこそ、なんだろう、その無力さ、なんだろう、バングラディッシュにお医者さんがいて、その人も同じように助けてたんですけど、結局井戸を掘らなきゃダメだみたいなことになって、うん、そうするとみんなが救われるから、うん、井戸がないと少ない水で洗って洗ったものを飲んだりしてるんですよ、水が少ないんで、でそれより井戸を掘ろうって言い始めたんで、そういうのじゃない、要するに現場で見てるからこそ出るそう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 自分のそのなんていうのバイアスに気がついてます、ね、なるほどな、だこの人の人生訓だね、でも思うのは、うん、だから結構この人のやつが読み物として受けるっていうのはそういうところかもしれないですね、うん、あんまりこういうところを考えちゃっていい格好しようと思ってないじゃないですか、ね、はいはいはい、そうね、確かに、うん、生々しさというか、生々しさですね、正直というか、うんうんうん、あるある、まあ、その面白い、うん、まあ、人気ある人ですからね、うん、許されるっていうのもあるかもしれないですけどね、うん、で数字に惑わされるなということで、うん、結構これ Kindle の中で書いてあったんですけども、うん、英語で本の中で書いてあったんですけど、はいはいはい、2007年のダボス会議で、うん、EU の加盟国の一人の、うん、多分イギリスだったと思うんですけども、うん、環境層の人が環境層の人環境層の人が、はいはい、中国とインドはけしからんと、うん、もうちょっとね、二酸化炭素の排出量を減らせと、はい、言いそうですね、はい、ところがそれに対してインド人の一人 の, その、はい、パネリストが、はい、何を曲がること言ってるんだと、はいはいはい、これを見ろと言って、一、うん、人当たりの二酸化炭素量を出したらば、はい、ダンプスでアメリカとイギリスが多分、あ、そうなんだ、そうなんだ、一人当たりか、
そうね、自分で割ったらさ、おかしいじゃないですか。ずっとそれまでじゃ何十年も二酸化炭素の排出量って国でやってた、おかしいですよね、バカですよねって。確かに確かに、ね、人口全然違うもんね、うん、だ中国もね、インドも20億ぐらいあるんですよ、中国とか。そりゃ国で考えたらね、そういう大きくなってますよ。確かに国で考えるなんてバカバカしいな、うんうん、これから空気が一変したんですよ。面白い。ちゃんと世界のさ、頭脳が集まってる会議で何十年か、それは何、あのこの本に書いてある、書いてますよ。面白い、うん、インドのパネリストの話、人口で割る、うん、全然考えてない。これからは一人一人一人の排出量で、ちょっと僕コピーペーして持ってきたんですけども、ね、中国、例えばこれタイが分かんないんだけど、うん、ね、中国がアメリカの倍なんですよ、国の排出量でいうと。二酸化炭素排出量ね、一人で比べると3倍なんですよね、うん、だから6倍アメリカで2億ぐらいだもんね。アメリカの 6倍、1人当たりの排出量が6倍。そうか、アメリカ黙っちゃう。面白いな、うん、そんなこの本じゃなくて知らなかったな、うん、だからあのそういうので、あの数字はちゃんと比較しましょうと、対立の概念、違った角度から見たやつを対立させましょうということで、ちゃんと割り算使いましょう。ただもう人口で言われたとしてもアメリカ納得しなさそうな気がするんですよね。なんだろう、アメリカも京都議定書というか、まあそうね、外れてるから、ね、外れてるから。いやだからさ、でも二酸化炭素排出量も怪しいと思ってて、うん、そもそも本当にどうやって測定したんだろうね。それもどっかでやってたけど、しかもそれがなんか本当に地球温暖化と関係してるのかも怪しいと思ってて、みんなお金もらってるし、あとアメリカなんか太陽かなんかあの黒点なんて11年かなんかに1回ぐらい冷えるんですよ、太陽って。あの活気を失って、でそのなんか何百年とか何千年とかにすごい寒い時期が来たりとか、あるいはひどい時になれば氷河期になったりするじゃん。結構すごい、あの暖かくなったり寒くなったり適当にこう呼吸するようにな、暖かくなったり寒くなったりしてるんですよ。それに比べて二酸化炭素の温暖化ってどれぐらいの影響なのと思っちゃうんですよ。それを思ったらすぐ京都議定書から抜けますよ、うんうん、ただ底上げするんじゃないですか、こういう波があっても。 でもいやいや、太陽が寒かったら全なんだろう、ああそれどころじゃない、うん、それどころじゃない、もうなんかそれ全部こう日本なんかも全部恐怖本能じゃないですかそれ。いやいや、あそうかもしれないけど、いや二酸化炭素排出量が恐怖本能だなと思っちゃう。あ、そうか、うん、だから僕はどんどん排出していいと思ってる。温暖化もそう、関係ないと思ってる、うん、関係ない、あもう誤差の範囲ぐらい、うん、誤差の範囲、あの多分100年後ぐらいに、なんてバカな人類はバカなことしたんだって、まあ、そういうのあるかもしれないですね、過去にもね、大丈夫なかった、ね、そうそうそう、うん、でも同じこと彼が二酸化炭素のこと言ってるんですけど、うん、彼別なことでは同じようなこと言ってるんですよ、うん、それであの原子力、ああ原子力ね、うん、はいはい、あの彼が言うには、はい、あれで死んだ人一人もいない、原子力、原子力、あ原発電所とかね、うん、あの原子力もいるよ、東海村に2人死んでるもん。あ、作業で、作業で。え、いるいるいる。なんかあのだってそのなんだっけ、あの福島の原発で原子力が漏れた中に歩いていった人とか、ちょっとで、あのあ確かに、でもあのちょっと偉い人がいて、うん、その人はもうずっとその、いやもう死んじゃったんですけど、うん、あのなんと、あでも所長さんが、所長さんが亡くなったよね。あそうだね。でも確かに、でも関連性わからないって書いてあるけど。うん、なんかね、報告されてないって、報告されてないから、ちゃんとしたデータとして、まあ、ちゃんとしたらって、あのなんだっけ、チェルノブイリでも一人もいないんだ。いや、ロシア隠してるよ。仮にあったとしても、うん、誤差の範囲でしょっていう、そういうニュアンスで、ね、でもまあまあ、でもちょっと温暖化を擁護した手前、うん、そうかなと思ったりは。逆のこと言ってますよ、彼はね。そうね、なるほどね、うん、だからちょっと小泉純一郎怒りそうだな。違うよ、将来どうなるかわからないんだけどね、その原子力、原子力の漏れ、うん、漏れなんじゃない、放射の漏れ、放射の漏れか、うん、あれはそうですよね、難しいですよね、放射能を取り込んで、それが放射線を出して細胞を傷つけるんですよね、はい、DNA を、はい、だから長い間行かないとわからないし、そう、確率っていうか統計的なものなので、はい、難しいですよね、確かに、まあ、例えば一部の細胞を取り出して、うん、そのあの放射能が DNA を傷つけると染色体っていうそのがこうちぎれちゃうんですよ、うん、でそれが目で見て分かるようだったら分かる、うん、ああそういうふうに言うんですよね、うん、そうすれば気質
素敵な調査。そんな話は聞いたことないよね、あの福島の後で、うんうん、だから本当にわからないんですよ、ね、わからないね、確かに。あと DNA で傷ついても治すからね、うん、あ、そうですね、うん、DNA 風習をかけるアポトーシスでしたっけ、あそこが壊れてアポトーシスもあるし、DNA ってあの2個の1個壊れても自動的にこう修復していくんですよ、うん、で、なんかあの早期老化症って言って5歳ぐらいですごくおじいちゃんみたいな人がいたりするじゃん、病気が、はいはいはい、あれはその修復機能が壊れてる病気なんですよ。でも我々それがあるんで、ちょっと壊れてもすぐ治す、ちょっと壊れてもすぐ治すってやってるんで、なかなか現れにくいんですよね。まあ、いや、そのことは、うん、なるほどね、そうなんだ。原発で死んだことが証明されてる人はいないみたいな、うん、そういうことも言ってるんですよね極怖いな、なんかいい政治的なこと、ね、結構ね、結構びっくりするんです、そこら辺もね、うん、面白いな。まあ彼だから許されるっていうところがあるかもしれない、あとなんだろう、我々、僕かもしれない、僕はそんなことないと思っちゃってるんで、そうするとあのいわゆるその確証バイアスみたいなのが働いて、そこだけ彼の言葉を無視しちゃったりするんだよね。ハンス・ロスリングさんはあの原発の放射能漏れで死んでる人はいないっていうことだけは無視してこの本を取り入れちゃったりするよね、はい、怖い怖い、ちょっと信じよう、確証バイアスですね、そうそうそう。次、パターン化本能ですね、うん、一つの例が全てに当てはまるという思い込み、ちょっといいですか、はい、80対20の法則っていうのがよくわかんない、これね、本の中どっかに書いてあった、僕は覚えてない、ちょっと待って、覚えてないからちょっと待ってよ、チラッと出てたような感じ、ちょっと待って、80対20の法則、何ですかこれ、辛いし本能ってこと、に対して80対20の法則ですか、なんだろうな、コピペミスかもしれない、いやいやいや、ちょっと待って、ベトナムのサウナ記念にあれを収めた2000以上ついてると思うんです。まあいいか、それ読んでもらおうか、うん、分かる、後でコメントに書きましょう、うん、お願いします。パターン化本能ですね、一つの例が全てに当てはまるという思い込みですね、うん、例えば田舎暮らし、中流層、完璧な母親、ギャングなんだという言葉でパターン化して、そういう人たちがいると、あんたがもう確実的にそういう人たちがいる、完璧な母親、ギャング団、そうですね、はいはいはい、半グレね、最近だと意識高い系、あ、意識高い系、はいはい、本来の意味から外れてたりするんで、そういう人たちがいると塊の、スタバにいる人たちは意識高い系、はいはい、博士が言ってますよね、博士が言ってます、いや、意識高い系とは言ってないけど、そうそう、パターン化、でも意識高い系、意識高い系でしょ、80% 意識高いけど 20% 違うから、ね、居心地は今82ね、 あ、それだ80% 意識高いけど居心地がいいんだよね、なんかね、だってそもそもあのスタバでじゃなくてもコーヒー屋さんっていっぱいあって、うん、別に気にしなければどこでもいいじゃんと思うけど、スタバを選んでるでしょ、うん、その人は、まあ、そういう人たちが集まるっていうのは確かにないかもしれない、ね、一つは静か、静か、大目で話してる少ない、あと今はそうでもないけど、タバコの匂いは一切しない、ドトールとかも何そんな大騒ぎしてます、うるさいよ、あ、うるさいんだ、へえ、だからタバコ吸う人とか、そうですね、ほら今タバコ吸う人を今一度塊にしてるタバコ吸う人は人吸う人で一つの、本当ですね本当に吸ってますからね、はい、はい、すいません、なるほどね、面白い面白い、うん、でこの中ですごくあのびっくりしたのは、びっくりしたっていうかチラッと聞いたことあるんだけども、ああそういうことだったなというのは、うつ伏せ寝ってありましたよね、うつ伏せに寝て子供が死んじゃう、そう、死んじゃう、はいはい、あれは負傷した兵士がをうつ伏せに寝にした方がいいと、治療が早くなるっていうか、はい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 、よくなんだ安静状態に持っていけるっていうことをパターン化した、パターン化して赤ちゃんにも応用したってやつなんです、安静状態に持っていくには兵士の場合はうつ伏せにした方がいいらしいんです、はい、でそれは兵士がうつ伏せになっても呼吸が止まるとちゃんとこう首だけは動かせるみたいな筋力があるから、はいはい、そういう状態でもよかったんですけど、ね、赤ちゃんに適応したのはかえって突然死が増えたと、ああじゃあその昔はうつ伏せ寝るのがいいって言われてたの、よく眠れたらすぐに安眠できるっていうふうに思われてたんだけども、怖っ、でこれはもう統計的に明らかになったんで、まあ、ロスリングさんがメインだったと思うんだけど、そこをやめたんですよ、やめたほうがいいと、それでもね、2、3年かけてからようやくやめる、今聞かないですよね、聞かないね、しちゃダメやっていう話だよね、流行りましたよね、へえー、いや流行ったの知らない、そうなんですね、うつ伏せ寝にした方がいいっていうのが流行ったんですね、僕の子供のちょっと後ぐらいだった、うさぎ飛びと一緒かな、分かんないけど、そう
うさぎ跳びがみんなやってたけど体に良くないみたいな、あれまたひっくり返るのが怖いよね。あるかもしれない。あと5年後ぐらいにやっぱりうつ伏せ寝がいいなってことになっちゃったかもしれない。あるかもしれない別なね。そうそうそう、まあ、だから科学はいいんだけどね、はい、面白い。でやっぱりあの専門が特に自分の得意のする分野に関してのことを適応したがるということで、はいはい、それはそうでしょうね。あの見てる人でもね、得意のところに住む話題を引き込むのは、はい、あのこのパターンに関わってくる可能性があるんでということですよ ね、 あね、まあ、そのテレビとかだとその話を求めないって言ったらすね、あそうね、マスコミマスメディア仕方ないですよね。なんかあの視聴者が求めるから普通に話しててもなんかアハ体験とか茂木さんに言わなきゃダメだもんね。脳科学的には言わないと許してくれないもんね。パターン化本能。でも思うのがまず物理学の世界ではなんかそのこの世界は非常に単純な数式で表せるってみんな信じてるじゃん、はい、でもそれ本当なのかなとも思うんだよね、うん、本当に単純な数式で表せるんだろうか、なんで何その前提条件みたいな、うん、なんかだからパターン化、それはパターン化本能なのか本当にこの世界って非常に単純なのかって気になっちゃうんだよ、うん、まあいいか、うん、あの一時期結構シンプルな形になりかけたみたいな、はいはい、またごちゃごちゃしてきました、ね、そうですよね。なんかシンプルにしようとしていろんなことが複雑になってるんだよね、うん、なんかね、あのわけのわかんない項が出てきたね。そう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 、パソコンのために、まあ、いいか。物理学最近だから素粒子関係、はい、全然ダメですよね。一時期なんか、あなんか超ひも理論とかさ、超ひもとかさ、いやでも、ね、多分今超ひも理論で止まってるんじゃないかな。全然あれ15年ぐらい前でしょ、はい、でもさ、そのなんていうかな、超ひも理論ぐらいになっちゃうともう実験では証明できないみたいになっちゃうんでしょうね。止まっちゃったんですよね。止まっちゃいますよね、うん、次、宿命本能。全てはあらかじめ決まっているという思い込み、うん、これはあの僕なんかも今でもちょっとあるかもしれないけど、アフリカ、ね、なんかダメですよと。で僕あとね、あ中国もね10年ぐらい前までは、はい、所詮あのあ GDP 抜いたって、はいはいはい、確かにあるある、どうせ真似してるだけだし、あ、誰か来ました今、なんか、いや、違います、なんか生活の良さは変わらないんじゃないか、うん、中国人は今もそう思ってますよ、だってまだあれだし、なんとか貧富の差、そういうことね、貧富の差、都会で大金持ちはいるけどほとんどがすごい貧乏で苦しんでて、そうだね。ただ、あそう、それであのロスリスさんが分断のところでやったのは、うん、一つの国の中でもすごく幅があるってことを説明してたんですけども、やっぱり中国はものすごく上海とか北京と、ね、農村部でかなり差があるので、そうでしょうね、それはあるかもしれないですね。ただそれにしても全体として見れば中国すごいですね。 AI だってもう多分アメリカを超えてるかもしれない、超えてるかもね。なんかあれもアメリカ俺たちで盗んだんだって思ってるからな、うん、自分たちでは解説できないみたいな、まあ今でもそう思ってるかもしれないですね、うん。アメリカ、あのアフリカなんかもね、なんかあのそういう経済的に近代化されないみたいなイメージあって、うん、ありますね。そんなことなくなってきてると最近は、うん、いうことですよね。でこれ面白いのは何だっけな、あの彼はどこだっけな、アフリカ中東かなんかに行って、うん、はい、あの宗教と子供の、ね、あなんか出生率が違うとか、ね、やってましたね。それもあのテッドでやってましたね。やってましたね、うん、あれ面白かった。だから中東とかそういうイスラム教か、はい、イスラム教という宗教にある限り、はい、っていう話ですよね。人口なんていうか宗教と人口とか関係あるかって話ですよね。関係ある、はい、その話しました、ね、それもなんかどうイスラム教っていうとちょっとねいろいろそういうなんか危険なイメージがあったりとか近代化されないイメージがあったりとか、はい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 、それ関係ないと、関係ない、そしたら単純にその女性が世の中に出る時期が遅くなるかどうかで決まってるだけだっていう話ですよね。今もう変わりつつありますもんね。あそうなんです。若い人たちはなんかそういう女性のね社会進出を求めるような運動も始まってきてます、ね、あそうですね、確かに変わるんじゃないかなと思って、だから中我々が持ってる中東のイメージも変わるかもしれないですね。で僕思うのはそのイスラム教とか結構好きでなんか いろんなそのなん、本読んだりとか、イスラム教が好きなんです。イスラム教が好きなんですよ、うん、なんだろう、発展すること自体がいいことだと思わないっていう考えが好きなんですよね。なんだろう、仲間意識は仲間同士がすごく大事で、誰かがお金持ちになることは あんまり良くなくて、お金持ちになったらみんなに配れるとかいうのってもはやなんか発展して、資本主義をちょっとあんまりそのよくいいと思ってないんですよ。
で我々はそのなんか我々かとか分かんないけど、まあ、アメリカとか辺のアメリカとまた一緒くたにしちゃいけないけどやってきてどんどん民主主義になってお金持ちになって生活良くしようっていうふうに言ってくるけど、それ自体どうなんですかってイスラム教の人たちの多く思ってるはずなんですよ。そうね、だからそういう意味では何だろう、これ宗教の問題ですかね、うん、もしかしたら資本主義の問題かもしれないですよね。それね、貨幣経済、そうね、もしかしたらキリスト教もそんなこと思ってなくて、うん、そうそうね、うん、経済上の問題かもしれない、うん、一部の大金持ちが啓蒙してきた思想みたいなね、うん、資本主義的なかもしれないですね、うん、確かに。あの資本をもだから僕らが働いたりとかあるいは人に対して何かをしたことによって報酬を得るんじゃなくて、うん、持ってること自体で報酬になってるじゃないですか。あのそれで思ったのが、ね、あのだからキリスト教は今結局のところ先進国の多くが信じてて、それがあのなんか資本主義経済みたいなの引っ張ってたりするじゃないですか、わかんないけどね、日本はどうなんだみたいなことを置いといて、でイスラム教ってあの一番最近に出てきた3あのユダヤ教の後にキリスト教ができて、キリスト教の後に、イスラム教ができたんですよね。イスラム教は、のマホメットとかなんかあの辺の中にコーランに書いてあることは、これは、一番新しくてそして最後だって言ってるんですよ。で、これまではあのいろんな人がこうキリスト教の場合は解釈したりとか いろんな言葉に翻訳されたりしてるじゃないですか。でそれはイスラム教を禁じてるんですよ。決して他の言葉にするなと。だからあの文章は絶対変えちゃいけないんですよ。でそれは何かっていうと、そのキリスト教の場合はいろんな人が解釈して、要は利益がいいとかお金持ちになればいいっていう解釈が可能になってるんですよ。でもイスラム教はそう解釈しちゃいけませんと。だからイスラム教であることが重要かも。つまりそのもうそのこと自体が原理主義だ。そう、それをそうそう新しくするなと。どうせあなたたちが考えることはその風に勝手に都合よく変えちゃうでしょと。でも今最新の最後の宗教であるイスラム教は変えることを許しません、うん、みたいな、ほら、そういう意味であと23分ぐらいです、うん、でもイスラム教の国だってもその国によって全然違いますよね。違う、例えばなんだっけ、あの一番三大料理が美味しいなの、トルコとかね、すごい先進国っぽいよね。トルコ全然経って緩かったですよね。緩いね、うん、そうね、ただそのなんかこれもどっかのなんか世界の機関で宗教を真剣に信じてる 宗派って何がどこが一番多いかって言ったらイスラム教って言っていて、ちゃんとこうなんだラマダンをやったりとか、私ラマダンの時にトルコとシリアとヨルダンと回ったんですけど、超かっこいい。一番厳しかったのはやっぱシリアでした。あ、本当に昼間閉まってるし、だから私も食べなかった。飲んだりはしたけど、おい、あのだって喉渇くじゃないですか、慣れてないし。あ、お酒とかじゃなくて、でもご飯とかは食べなかったよ。歴史のある国だもんね。でもトルコとか本当にはまだなんですか。あ、トルコはね、確かに、うん、はい、で次ですね、次が単純化本能したくなるよ、単純化、うん、分かりやすいですからね、うん、あの子供にトンカチを与えると何でも釘と思って叩くっていう子供の料理があるので、何か一つこう解釈できる武器を持つと、うん、それに合わせて全部解釈しちゃうっていう、そういうことです。この例えがちょっと納得できないけどね。あ、トンカチね、うん、というのもなんかテッドで別の人の発表で、うん、子供の場合おもちゃを与えると、うん、そもそもまず箱で遊び始めると、うん、そのおもちゃが入ってる箱ですよね、うん、そんなことは大人になったらできない。中のものにあるもので遊ぶけど、おもちゃがあったとしてもね、箱で遊ぼうって発想にはならない、うん、だから子供の方がトンカチ与えてもなんか人形にしたりするんじゃないのって思っちゃう、うん、まあそれ置いといてと、うん、子供に対する比喩は、子供の比喩はあまり間違ってない、間違ってない、反対する。これさらっといきます、いきましょう。で、犯人探し本の、ああ、いいね、これはよくありますよ。これもともと何でしたっけ、ブレイムインスピですね、人を責める、うん、まあ、誰かを責めれば問題を解決するということですね。犯人探し、犯人を探してしまうということなんですけども、うん、なんか自分が失敗したりとか不都合があると、うん、まあ、もともと日バイアスとして人のせいにするということがあるということで、うん、社会に何か不都合が生じると、うん、誰が悪いんだということを探すという傾向があるということですね。これマスコミも悪いと思うんですけども、うん、でも逆に自分を責めまくる人もいる気がするんだよな、うん、あ、この社会の動きだったら別だけど、うん、まあいいや、はい、なんか例えば
僕がちょっと不思議なのは、うん、あのニュースになる事件もそうですけども、はい、SNS とかでも一人がちょっと、はい、具体的にちょっと教えてください。具体的には思いつかないんだけども、一人がちょっと一人がなんかあのなんだっけな、ちょっと思い出せないんだけども、本音をちょっと話したんだよね、はいはいはい、その本音をつぶやいたことに対して、うん、もうものすごく炎上しちゃうってことあれですか。ありますね、うん、あるあるある。あれってなんか攻めてますよね。あでも具体的な正しく正したがあるんだよね、うん、あ攻めてるというよりもそれは違うんじゃないかとか、うん、例えばこの人がこの、ハンス・ロスリングさんが原発で死んだ人はいないとか言い始めたら、うん、ちょっと僕も突っ込みたくなるもんね。攻めたくなる。攻めたくなる。それは違うんじゃない。だからあのキャサリン・シーツが言ってるように、あそう、ねうんね、あ正しい情報を持ってないからじゃないかなと思って、うん最初はね、情報を伝えたくなっちゃいますよね。だから攻めてるつもりじゃなくて情報を伝えたくなっちゃうんですよね、うん、でもそれでも違うとか言い始めると今度はみたいな例の、うんわざとやってんじゃないか、わざとやってんじゃないか、こいつバカなんだよ、頭じゃない、そうそうそう、うん、悪意があるんじゃないか、うん、それと同じこと言ってるんだよね。あの僕最近面白いのが、うん、あの進化心理学っていうのが最近進化心理学、はい、なんで知ってます。いやもう全部進化がつきますからね、進化社会学とか進化心理学、あ最近流行るな、あの日本だと長谷川真理子、あそうですね、はい、なんか同学大学の、はい、あのそうあの僕はマリアさんを置いてすごく詳しい、いやあの僕総研大って言ってあ の学長なんで、うん、じゃぜひぜひ聞きたいんですよ。ぜひ聞いてあれなんか僕言っちゃあのダーウィンなんですね、もともとね、ダーウィン、ね、ダーウィンダーウィン、ね、ダーウィン、はいはい、あの進化心理学、ね、はいはいはい、で面白かったのは4枚のあこれ言わなくなる時間が長くなるから、はい、あの人間ってあのちょっと 4枚のカード問題というのがあって、ああ知ってる人が、抽象的な問題を出すと人間は解けないんだけども、はい、具体的な問題を出すと人間は解けるようになるという、はいはいはい、あの実は例があるんですよ。ちょっと詳しいことは言わないけど、例えばリンゴ5個と、うん、イチゴ10個あってそれを2人ずつ分けたらっていう話じゃなくて、あれか裏と思ってます。あそうそう、あの奇数と偶数で、まあまあ例えばそれ置いといて、でそれが数字に5と3とかになると急に分かんなくなるっていうような、抽象化すると分かんないんだけども、具体的な日常の例に置き換えるとすぐ人間って判断できるっていうやつなんですね。それの一つ、それをね、いろんな例を取ってみると、はい、何が人間が一番正しく判断できるかっていうと、はい、ルールを破ったものに対しての判断が一番低いんですよ。おそらくそういう人間が進化する過程の中で契約を結んだりとかルールをすると、うん、その破ったことに対するブレイム、うん、まあ、心理の機能が人間が心理学的についたんじゃないか、なるほど、ね、だからこういう本能がついたっていうのは進化心理学で実はあって、ちょっとあの期待してます。いや進化心理学って結局のところ、うん、あの適当なんですよ。適当あの僕もよく進化心理学っぽいことを言うんだけど、うん、あの脳科学者 の, あの中野信子さんとかも、うん、みんな同じなんですよ、うん、何かというと結局のところその今生き残っている我々の心は進化の結果ですよっていうことが一つですよね。それから全てが子孫繁栄とあとなんか生き残りのための結果そうなってますよっていう視点に立ってるだけなんですよ。あなるほど、ね、元からあったものか、うん、進化してついたものかもしれないだけど、そう進化の結果ですよっていう思想なんですよ。だからただの解釈に過ぎないんですよ、うん、って思いますけど、だからいくらでも説明できますよ。例えば、うん、その今のやつが公平じゃないことが結果的に公平に関して公平じゃないかを、責めることは実は人間は弱い結果が出たとするじゃん、うん、逆の結果、うん、が出たとしても進化心理学者はそれなりのこと言っちゃいますよ。分かります？そう、それはなんか、こうみんなが寛容であることが社会の発展につながったんだとか変なこと言いますよ、うん、だから進化心理学って今ある現状でこうなるっていうことは、まあ、事実としてあるかもしれないけど、はい、その過程でどうなったかっていうのはいくらでも説明する、説明つきちゃう、はい、だそれを進化的な説明をしちゃうんだってことだけです。まあでもあのじゃあその進化のやつはほっといて、はい、いずれにしてもそういう何だろう、人を責めるとかルールを破ったことに対して人間が過敏に反応するっていうか、正しく判断すると、正しく判断するんですよ。はいはい、なるほどね、誰が公平かっていうね。でもそれは何だろう、責めるためにあるのか、それとも何だろう、自分が公平に扱われるってことが軸になってるのか、どっちかんでしょうね。どっちも同じじゃないですか。責める、そう、同じなのかな。ものすごい過敏ですよね、やっぱね、過敏、あのうまくいってる人が許せないってのもそうですし、悪者にしちゃうね、
それでなんか悪いこと